模型の時間であと1時間ほどしますと、各駅より始発列車が発車していきます。相鉄線では横浜駅、海老名駅から、そして東急線からは元住吉、奥沢から始発列車が発車していきます。それではまもなく列車の運転がスタートします。開業から1年が経ちまして、より一層便利になっております相鉄東急新横浜線の1日を模型でお楽しみください。5時になりました。各駅から始発列車が発車していきます。新横浜駅から発車しました。今回の大安線新横浜線1番列車は各駅停車の浦和美園行きです。この先目黒線が入りまして、終点浦和美園まで一番先の到着です。元住吉の高架のホーム2番線と5番線からもそれぞれ東横線の始発列車が発車していきました。元住吉駅は最初の始発列車のみこのホームから直接発車をしていきまして、この後は検車区の中から続々と列車が発車していくという形になっております。武蔵小杉の隣にあります多摩川の橋梁では現在始発列車の各駅停車渋谷駅が橋を渡りまして東京都へと入っていきます。渋谷駅からは黄色い列車渋谷光栄号で運転をされております急行湘南台行きです。ただいま祐天寺を通過しております。今回の大安全で東横線から新横浜線を経て相鉄線へと直通する最初の列車です。模型の時刻はまもなく午前7時を過ぎるところです。通勤ラッシュに向けまして続々と列車が増えていく時間です。この後、上り列車で特徴的な接続が行われます。祐天寺駅ではこの後来る各駅停車が後から来る急行の待ち合わせを行うといった風景が見られます。そして奥沢駅でも各駅停車が後から来る急行の待ち合わせを行います。武蔵小杉の上り4番線には各駅停車渋谷行きが到着です。この先の祐天寺で後から参ります。急行渋谷行きの通過待ちをいたします。祐天寺でその各駅停車を逃す急行渋谷行きは日吉駅を出まして、失礼いたしました。ただいま若干列車に遅れが発生しております。迷惑をおかけいたします。新横浜駅では乗務員が少し集まっている様子が見られますが、これは会社の協会駅であるためです。ここでは渋谷方面から渋谷目黒から運転してきた
東横線、目黒線の運転士と、そこから先、湘南台、海老名方面まで運転する運転士の乗務員交代の様子もご覧いただけます。実際と同様に、自分の会社のみを運転するといった様子もダイヤ運転を通して再現をしております。武蔵小杉駅の上りに入りました。列車は上りの西武線直通特急通勤特急小手差し行きです。東横線は朝の時間帯、特急の運転の代わりに通勤特急を運転しております。渋谷駅の4番線には相鉄の2番系の電車が到着しました。折り返し急行湘南台行きとなります。では今回せっかくこの相鉄東急新横浜線通して再現を行っておりますので、この急行湘南台行きに合わせましてこの路線の沿線をご紹介していきたいと思います。現在通過しておりますのが祐天寺駅です。2面3線の構造になっておりまして、上下どちらからも退避ができる構造になっております。主に平日のラッシュ時間帯などに上りの列車が後から来る列車の通過待ちを行っております。続いて差し掛かりますのが東京都と神奈川県の都県境となります多摩川の鉄橋です。ここは実際もかなりきついカーブになっておりまして、ここを通過する際にですね、風景、印象に残っているという方も多いのではないでしょうか。そして列車は武蔵小杉駅に到着です。ここから目黒線と一旦離れまして、東横線は高架の上の部分を走っていきます。元住吉駅は誘導列車が通過線を通過できる構造になっておりまして、こちらも急行列車ですので一番外側、一番線を通過しているところです。そして間もなく列車は、日吉駅に到着します。日吉から先は東横線と分かれまして、東急新横浜線へと入っていきます。相鉄の2番系の電車が東横線と分かれまして、坂を下って新横浜線のトンネルへと潜っていくところです。新横浜駅1番線ご注意ください。急行湘南台駅到着です。ここから種別を確定に変えまして、この先湘南台へと参ります。乗務員交代が済みまして新横浜駅を出発していきました。新横浜駅を出まして、ここからは相鉄新横浜線となります。列車は羽沢横浜国大へと到着します。ちょうど向かい側には東急5050系4000番台、黄色い塗装が特徴の渋谷ヒカリエ号が停車をしております。この先列車は西谷へと参ります。
西谷で横浜から来る相鉄本線と合流をしまして、この先二俣川へと至ります。先ほどの東急線を走っている時との違いにお気づきでしょうか。相鉄線は APS に基づいて運転しておりますので、地上の信号機が点灯しております。ですので、この相鉄線内を運転する運転士は地上の信号機をしっかりと下観光しながら走っていくということになります。列車は二俣川駅へと到着しました。ここから相鉄線は本線の海老名方面と泉野線の湘南台方面に分かれますが、この列車は各駅停車湘南台行きですので、泉野線へと入ってまいります。泉野線を走ってきました。各駅停車湘南台行き、まもなく終点の湘南台に到着です。ご乗車ありがとうございました。西谷駅の4番線に入りました車両は、JR 東日本の E233 系、埼京線でおなじみの車両ですけども、こちらは各駅停車新宿行きです。相鉄線は2019年の相鉄 JR 直通線の開業、そして昨年の相鉄東急新横浜線の開業を機に、さまざまな車両が見られる路線と一気に変わりました。JR の車両と東急の車両が同じ線路ですれ違う光景というのは、つい、一昔前までは全く考えられなかった光景でありますが、この新横浜線の開業を機に、特徴的な光景の一つとも言えるでしょう。あとは横浜国大を出まして、JR の電車は JR 新宿方面へと進んでまいります。日吉駅3番線を出ました3020系の電車は目黒線の上り急行西高島平行きです。急行電車ですので元住吉を通過しまして、次の停車駅は武蔵小杉です。この東急の3020系の電車3編成ありますけども、現在1本が SDGs トレイン、もう1本が東海道新幹線をイメージしたラッピングとなっておりまして、この通常塗装と合わせまして3つそれぞれ違う塗装を楽しむことができるといったようになっております。48系に変えたいので進路取ってもらっていいですか。その前方を走っておりますのは真ん中に旧シートの車両が組み込まれました特徴的な編成、5050系の4000番台は上りの急行渋谷行きです。この後折り返し渋谷からは旧シートの営業を行いまして、元町中華街方面へと参ります。東横線では昨年から、大井町線に続きまして旧シートの営業を開始いたしました。今取りました。2番旧シートを連結した5050系が渋谷駅の4番線へと入ってまいります。この後折り返し19時35分発急行元町中華街行きとなります。4号車5号車は旧シート車両です。座席指定券をお持ちのお客様がご乗車になれます。何を待ってるの。もっと3080とかの古い車両。ごめんなさい。武蔵小杉駅を出まして一旦地上を下って元住吉駅へと進んでいますのは各駅停車日吉駅です。埼玉高速鉄道の2000系による運転です。
これまでも東横線、目黒線では、東急線、横浜高速線の車両のみならず、東京メトロ、都営地下鉄、東武、西武といった車両が見られる路線でしたけども、今回の相鉄東急新横浜線の直通を機に、相模鉄道の車両も見られる非常に多彩なラインナップを揃える路線となりました。東横線、目黒線に乗るときにどの車局の車両が来るのか楽しみにしながら乗られているという方も実は多いのではないでしょうか。私もその一人です。渋谷駅4番線からは豊肥始発急行9シートの営業を行っております。元町中華街駅発車いたします。次の停車駅は武蔵小杉です。模型の時刻は夜の20時を過ぎ落としているところです。夕方の通勤ラッシュに向けて昼から少し列車が増えておりますけども、このあと1時に終電を迎えますので、それに向けて入庫も行わなくてはいけません。車庫にしまいながら夕方のラッシュの運用をこなす実際の鉄道と同様の風景をご覧いただけます。元住吉駅では上り列車各駅停車を後から来た通勤特急が追い越しております。新横浜駅では相鉄と東急の乗務員がそれぞれ乗務員交代を行っております。相互直通運転は原則として自分の会社の路線を運転するということになっておりますので、こうした乗務員交代の風景もすっかりおなじみとなっておりますけれども、しっかりと引き継ぎをしてコミュニケーションを取らなければ安全な鉄道の運行は行えません。こうしたしっかりとした引き継ぎの中にも安全運転の労作が詰まっています。新横浜駅の一番線、A 線とも呼ばれておりますけれども、こちらに入線しました東急3020系の電車、本日目黒線から海老名へと向かう最後の各駅停車、海老名行きです。渋谷から営業を行ってきました9シート急行元町中華街駅終点の元町中華街に到着です。この後は折り返し急行武蔵小杉駅となりまして、武蔵小杉から元住吉検釈へと入庫していきます。元住吉検釈は地上に車庫、高架の部分に駅のホームがある関係で、元住吉行きとして運行することは物理的にできない構造となっております。このため一旦武蔵小杉行きとして運行をしまして、方向を変えてから元住吉の検釈の中へと入庫するといった構造になっております。模型の時刻夜の11時30分を回ったところです。終電の時刻が近づいてきておりますので、列車が続々と車庫へと入庫していきます。元住吉の検釈も昼間に比べて少し、列車両の密度が濃くなってきました。
多摩川を渡って東京都へと入りまして、祐天寺駅を通過しようとしておりますのは、本日最後の上りの急行は甲子行きです。渋谷から先、副都心線内は通勤急行です。下りの多摩川を渡って武蔵小杉駅に入ってきました。緑色が特徴の5000系の電車、下りの最終各駅停車、元住吉行きです。最終列車は元住吉の検車区には入庫せず、元住吉駅の地上のホームでそのまま翌朝まで流出するといったダイヤになっております。東横線は上り下りそれぞれ元住吉行きの最終列車がまもなく終点の元住吉に到着をいたします。開いてない、模型の時刻は深夜の1時になりまして、すべての列車がまもなく最終列車に到着をいたします。およそ25分間にわたりまして、再現をしてまいりました相鉄東急新横浜線の1日、いかがだったでしょうか。ただいまをもちまして10時30分からの回の実演をすべて終了いたします。ご覧いただきましてありがとうございました。次回の運転は11時30分より行います。ただいまよりおよそ30分ほどメンテナンスのお時間をいただきまして、次回の運転は11時30分より行います。それまでしばらくお時間ございますので、1階2階のホビーセンター加藤様の販売ブースなども合わせてご覧ください。エレベーターホールには今回の大安定フェスタに関するアンケートを設置しております。今回の実演に関するご意見、それから次回のテーマ路線などに関するご要望なども受け付けておりますので、こちらのアンケートもご回答よろしくお願いいたします。